イ・ビョンホンと妻エ・ミンジョンの夫婦仲は？豪華自宅についても。2000年代初め、第一次韓流ブームを牽引したのが、当時30代に突入したばかりのイ・ビョンホンさんでした。彼の笑顔はキラースマイルとも呼ばれ、多くの女性のハートをわしづかみにしたものです。彼は今どうしているのでしょうか。今回はイ・ビョンホンさんの芸歴のみならず、プライベートな部分も深掘りし、現在の様子と合わせてご紹介します。イ・ビョンホンはどんな人？イ・ビョンホンさんは高い演技力に加え、幅広いキャラクターを演じられることから、千の顔を持つ俳優と称される韓国のトップスターです。1970年7月12日、キョンギドソンナム市生まれの54歳。大学在学中からコカ・コーラなど多数の CM でモデル活動していましたが、1991年ドラマ「アスファルト我が故郷」で俳優デビューします。1990年代は主にテレビドラマで活躍しますが、1995年の「誰が俺を狂わせるのか」と2作目の「ランアウェイ」で映画デビューを果たすと、各映画賞の新人賞を受賞しました。そして2000年の JSA で釜山映画評論家協会賞の主演男優賞を受賞し、2005年の「甘い人生」では韓国映画評論家協会賞をはじめ、3つの主演男優賞を獲得しました。また2006年には韓国人俳優として初めてフランス政府から文化芸術勲章を授与されています。さらに2009年には6年ぶりとなるドラマ「アイリス」に主演し、 KBS 演技大賞やペクサン芸術大賞テレビ部門最優秀演技賞に、国会大賞特別賞などテレビドラマ関連の賞を多数受賞しています。加えて2009年 G.I. ジョーでハリウッドデビューを果たすと、その後活動の場をハリウッドに広げ、2015年のターミネーター新機動ジェニシスなどのハリウッド大作にも多く出演しています。おすすめ作品について、イ・ビョンホンさんが主演した人気ドラマの中からおすすめの3作品を選びご紹介します。1作目は2005年公開の映画「甘い人生」。闇社会をそつなく渡り歩いてきた一人の男が、一人の女のために道を踏み外し転落してゆく姿を描いた物語です。ソウルの高級ホテルの総マネージャーイ・ビョンホンさん演じるソヌは、クールで頭が切れ、裏社会に絶大な力を持つボスのキム・ヨンチョルさん演じるカンからも厚い信頼を得ていました。カンは若い愛人シン・ミナさん演じるヒスに別の男がいると疑い始め、ソヌに彼女を監視させ、裏切りを見つけた場合は彼女を殺すかカンに連絡するよう命じます。ヒスの監視を続けるうち、彼女の魅力に惹かれていくソヌは、やがてヒスと男との常時の現場を抑えますが、ボスの命令に反して思いがけず事実を隠蔽しようとしている自分に気づき動揺してしまいます。壮絶なバイオレンス描写が見どころの一つです。イ・ビョンホンさんが得意とするアクションが満載の中盤から後半は、まさに息をつく間もない怒涛の展開で面白いです。さらに彼の悲しさが込められた目の演技もこの作品の見せ場です。目で感情をあれだけ表現できるのは見事というほかありません。2作目は2000年公開の映画 JSA。 国連軍と北朝鮮軍の兵士が共同で警備にあたる JSA において、ふとしたきっかけから許されざる友情を育むことになった南北の兵士たちの交流と顛末を描いたフィクション映画です。同類の人気映画「首里の記録」を抜き、
韓国映画史上興行収入ナンバーワンに輝き、デジョン賞で最優秀作品賞と最優秀主演男優賞、ソン・ガンホさんを、また、チョンニョン賞では最優秀作品賞を受賞しています。1999年10月28日、共同警備区域の北朝鮮側詰め所で、北朝鮮軍の将校と兵士が韓国軍兵士により射殺される事件が発生。現場に居合わせた韓国軍兵士は拉致されて脱出したといい、一方の北朝鮮下士官は突如攻撃してきたと、それぞれ正反対の供述を行います。中立国監視委員会は事件の真相を解明すべく南北双方の同意を得て、スイス軍法務課将校イオン・イさん演じるソフィー・チャン少佐に調査を依頼します。ソフィーは関係者と接触を繰り返しながら事件の真相に迫りますが、そこには供述とは全く異なる真実が隠されていました。国境を越えて築き上げていく友情と任務との間で揺れ動く一人の兵士の苦悩をイ・ミョンホンさんが迫真の演技で表現しています。また北朝鮮側を単なる敵ではなく苦悩する人間として描いたことで、韓国映画として今までにない壮大なスケールのヒューマンドラマとなっています。3作目は2018年公開のドラマミスターサンシャイン。1900年前後の朝鮮激動の時代に、歴史のうねりの中で祖国の未来を憂いた男女の愛と葛藤を描いたヒューマンドラマです。テレビドラマとしては異例の430億ウォンという制作費をかけ、2018年放送のドラマ視聴率第2位を記録しました。朝鮮貴族の下で働くヌヒの両親のもとに生まれたキム・ガンフンさん演じるチェ・ユジンは、1871年に勃発した新ミオウジョウの混乱の中で軍艦に一人乗船しアメリカにたどり着きます。その後、米軍海兵隊の大尉となったイ・ミョンホンさん演じるユジンは、アメリカ大統領の命により自身を捨てた祖国に帰還。韓国に駐在することとなったユジンは、ある夜、最高名門家の最後の血族である令嬢キム・トゥリさん演じるコエシンと出会います。祖国を守るため密かに戦う高い志を持ったエシンとの出会いによって、ユジンの運命は大きく変わっていきます。イ・ミョンホンさんとキム・トゥリさんの切なくも強い絆の物語には感動と愛しさがあふれています。そして壮大なスケールと美しい映像美に、豪華キャスティングととても見応えのある作品です。スマイ・ミンジョンとの馴れ初めは、イ・ビョンホンさんは女優のイ・ミンジョンさんとの出会いから実に7年の期間を経て、2013年8月にソウル市内で結婚式を挙げました。12歳もの年齢差がある2人ですが、2006年に友人を通して知り合い交際に発展したと言われています。その後一度破局を経験しますが、2012年に復縁、交際を認めて注目を浴びていました。イ・ミンジョンさんは可愛らしさと美しさを併せ持ち、エイジレスな美貌で魅了する人気女優です。1982年2月16日ソウル特別市生まれの42歳。2005年のドラマ愛教官でデビューしますが、しばらくは人気が出ず小さな役をこなしていました。そして2009年の韓国版花より団子でブレイク。その後ドラマ帰ってきてダーリンやビッグなどに出演し、ラブコメクイーンと言われる実力派女優になりました。公開恋愛以降は多忙なスケジュールの合間を縫って愛情を育み、お互いへの愛情表現を隠さずオープンな関係を築いていきました。
後にイ・ミンジョンさんはバラエティ番組でこんなに好きな人には二度と会えないと思ったと語っています。現在の夫婦仲は、結婚翌年の2014年にイ・ミョンホンさんの女性スキャンダルが発覚します。若手アイドルから下ネタ会話映像によって約5億円の恐喝を受けるという内容で、世間からは大バッシングを受けました。妊娠中だったイ・ミンジョンさんにとっても相当な衝撃だったはずです。しかしそうした夫婦の苦難も乗り越え、今ではたびたびお互いの撮影現場へ差し入れをすることでも知られるおしどり夫婦と呼ばれるようになりました。二人は今年で結婚生活11年目に突入します。年齢を重ねるほど美しさに磨きがかかっていくイ・ミンジョンさんと、50代になりダンディな大人の魅力にあふれているイ・ビョンホンさん、これからの活躍にも注目です。豪華自宅に強盗が侵入。2022年某芸能番組を通じてイ・ビョンホンさんとイ・ミンジョンさん夫婦が米国西部の旅行中に住宅を購入した事実が伝えられました。住宅は購入当時200万ドルだったと言われています。そして2024年1月そのロサンゼルス邸宅に泥棒が侵入しましたが、幸い被害はないと伝えられました。泥棒は家の引き戸のガラスを割って侵入。当時イ・ビョンホンさんと家族は家にいませんでした。現地警察は泥棒はこの家をイ・ビョンホンさんの家と知って侵入したとは見られない。最近ロサンゼルスの高級住宅街を回りながら物を盗んできた一等の仕業と見られると語っています。現在の活動について、イ・ビョンホンさんは現在でも俳優として活躍しています。例えば2019年には映画白頭山大噴火に出演。鍵を握るスパイ役で物語全体を引き締めています。また2020年の KCIA 南山の部長たちでは実在の人物をモデルとした役に挑戦。さらに記憶に新しいところでは2021年のネットフリックスドラマイカゲームのフロントマン役、2022年10月のイベントではイカゲーム続編の撮影計画についても示唆されており、公開は2024年12月頃になるようです。その他2023年公開の映画非常宣言や2024年公開のコンクリートユートピアでも元気な姿を見せています。まとめ、いかがでしたでしょうか。元祖韓流四天王の一人としてデビュー以来30年以上韓国映画界を牽引してきたイ・ビョンホンさん、現在でも精力的に俳優業をこなし夫婦関係も円満なようです。ますますの活躍を応援していきましょう。